ね、可愛い女の子とペロ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 してたらですね、お口がですね、ちょっと大変なことになってしまって、これはこれも整形するしかないと。僕もしたくなかった、本当は。僕もしたくなかったけど、でもやんないと今顔がボビーみたいになってんだよ。顔がこんなんじゃライブ出れないよ。どう見ても顔がボンビーなんだよ。僕だってこんなボンビーになりたくなかったよ。でもライブで会った時に、え、コロンって顔ボンビーやんけってなりたくないよ。わかんない人いると思うんで一応貼っときます。なりたくないよ。もうな、もうやだよ、ボンビー、やだよ、僕だってボンビーにはなりたくないよ。なんで笑うの？なんで笑うの？キングボンビーになりたくなかったけど、よくわかんない女のせいで、こんなたらこ唇になっちゃって。ということでね、今日ですね、私は、今日ね、今からですね、整形します。今から整形をね、のファンリップケアということで、なんかお注射を、あ、女の子のボンビーみたいな顔になってるんでね、助けようというゲームでございます。それでは早速やっていきましょう。オンライン、よし、やるぞ。セーブ、来た。ファンリップケア、なにこれ、タスクリスト。これはこのカッターとリップあるけど、これは何、お化粧するの？あー、またこういうね、課金しろってことか。なんかモードできないわ。クリアしたらでもなんのかな、わかんない、どっちかわかんないけど。じゃあこっちで最初やってみますか。左のファンリップケア、ホワイトチョー、何語かわからないけど、なんだこれ、ペンシルか。おお、お前鉛筆でこれ刺すの？あ、チャコペンね、裁縫道具みたいな感じで。ああ、はいはい、やってた、小学生の時。こんな感じです。げえ、なんかおっさんみたいになっちゃったけど、大丈夫かこの子。あ、これは何すんの？え、こ、お薬？え、何これ。あ、なんかすごいエッチエッチな、これ注射して、あ、注入して、おお、これ子供用なんかね、あの海外の精神年齢対象はなんかぜな、なんだろう、このね、ゲームはね、6歳以上対象なんだけど、こちら結構えぐいけどな、言うて。おお、大丈夫かな。怖っ。これをどこにやればいいの？あ、チャコペンに刺すの？刺したところに、オッケー。おい、大丈夫か？痛くない？おお、何がこれ影響で変わったかわからないけど。よいしょ。はいね、注入するよ、またね。はい、こんにちは。あ、チャコペンでね。はい、痛いけど我慢してね。あ、麻酔か、これ。麻酔打つのね。なるほど。え、ちょっと待って。そんな過酷、摘出手術みたいになっちゃったけど、状況が。そんな麻酔するの？一回でよくないか。これ全身麻酔だよな、普通に。おー、てかお前よく立ちながらできるね。横にならないんだ。あと自宅らしい。おー、手術先えぐ、海外ってこんな感じな、ラフな。え、これでじゃあ次はどうすんの？あ、ここにそのままの注射するんだ。もう痛がってるや、全然麻酔の意味ないし。汚っ。なんか卵黄みたい。お、これでまた、あ、入れて、おお、どん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 、いいよいいよ。海みたいなの取れてきたね。そんな、お、痛がってる痛がってる。なんのあれ、麻酔だったんだろう。めっちゃ痛がってるじゃん。失敗しちゃうんじゃないのこれ。はいはいはい。まあでもまだたらこ唇はあれだな、取り除けてないけど、どうしよう。てかなんか女子力高いぞこの家。めちゃめちゃぬいぐるみとかあるやんけ。おー、そりゃな、女子力高いのにな、こんな海でも出てたらな、嫌よな、普通に考えてな。おー、はい、全部取ってあげたよ。よいしょ。はい、綺麗になった。まあでもそうだね。これどうした、なんだこれ、拭くの？とりあえず汗がすごいすごい汗が、とてつもない。ごめんよ、なんか痛かったのかな。これまたチャコペンね。あら、やだ。おい、チャコチャコしたくんね。はい。もう最後、こいつの唇最後、そんなメス入れちゃっていいの？え、待って、グロいんだけど、どうしよう、おー怖いんだけど、何こ、おー
で、なにこれスクラップ、いやこんなね、いやいや、チートるだけやんけこれ、嘘でしょ。あ、色素が抜けてきてる、だん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 色素が抜けてきてるな。おお、あ、え、チートるだけでこんななるの。これでお薬でリップを塗わないんだ。え、なにそれ、なにすんのこれ、のり。そんな感じで簡単な感じでいくのこれ。時間が経つた、経ったら、はい、元通り。いや、意味わかんない。待って、待って、すごい。誰か状況教えて。どういうこと？つかめないんだけど。全然。把握できない。待って、可愛くなったな。簡単すぎない？手術。終わっちゃったよ。来た。あ！で、新しいモード入った。タスクリスト。で、これで、あれじゃん。お化粧とかできるの？さらにモード。まあ、エッチだな。エロい。これウィッグ、なんで本出し、ちょっと、さすがに無理があるくらいか。なんで一緒の用意したの？もうちょっと、なんか、セミロングとかさ、そういう感じの用意してあげて。おしゃれもクソもないやんけ。なんでカツラの上にカツラ被るんで。意味わかんなすぎ。あ、選べるやん。それ先言うてよ。もうカラフルだな。なにこれ、なんか出んの？ファッション雑誌のこの子出るの？いかつ。お、これ金髪。すげえ。いきなりエルサになったんだけど。どうしたこれ、ありのまま見せすぎでしょ。あ、でもちょっとお姉さんっぽい形のね。あ、これ、な、髪型の色も変わると、髪の色も変わると眉毛の色も変わるじゃん。やだな、でもこういう、ちょっと派手すぎないか？すごい地獄の三沢みたいなやつなんだけど。やだ、赤。赤ちょっと大人っぽいね。これ、可愛くない普通に。なに、目ん玉、これ眼球カラコン？えぐっ。こんなカラコン海外使うの？やばすぎないか？あ、これでグレー、緑。あー、赤っぽい。これ良くない？え、セクシー？セクシーくない？は？趣味悪い？ B 線？いや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 、全然どこが綺麗じゃん、普通に。可愛くないか？うん。いや、青、青もいいな。でもちょっと赤っぽい。いや、赤、ちょ、オレンジ色のカラコンにして、これでいくか。お、いいね、オッケー。お、で、お化粧は？おー、いいね、いい感じ、いい感じ。さっきと全然違うんだけど、これビフォーアクター見てみてえな。ちょっと濃いめのね、今のオルチャン系の、知ってるオルチャン系って韓国のさ、よく流行ってる。あれ韓国だけかかんねえわ。そういうね、感じの、ちょっと濃いぐらいのお化粧がちょっと可愛いんですよ。で、リップも、リップもちょっとね、口紅赤く、赤くして。ほら！ちょっと可愛い！おー、オルチャン系の可愛いね。よ、で、ドレスも着て。エッチだな、相変わらず。これどこ行くの？これは、この子は。うん、彼氏、なんか、そう、シチュエーションによってだよね。なんか、普通のさ、OL とかのさ、会議とかだったらあれだけど、デートとかこういうのもね、良さそうな気がするけどね。ちょっと僕、服のセンスないからな、マジで。どうしよう。まあ、会社に行くぐらいとかさ、なんか友達と遊びに行くぐらいだったら、これぐらい、いや、もう、ダサいな。これ、いや、ダサいな。これぐらいがね、やっぱ良さそうな気するけども。うん。まあ、ちょっと、まあ、今回は、まあ、どうしよう。デートしに、男の彼氏とデートしに行く、ちょっと服を探すか。デートでこんなんやったら、もう夜、お前昼間やぞ、今天気。違う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 。あ、もうこれで、あ、いいね。これで行くか。これで、あ、これでね。あ、もういいじゃん。かわいい。ちょっとぐらい見えててもいいっしょ。ぶっちゃけ。ネックレスつけてね。ちょっとあんまりね、ネックレス自体はね、シンプルの方がいいから、こんぐらいがいいかな。ネックレスそこまでなんか、シンプル。ああ、いいじゃん。かわいいじゃん。服ダッサ。カチューシャがダサいのか？いや、カチューシャつけない方がいいな、むしろ。おい、外せねえんだけど。最悪。孫悟空みたいになっちゃった。最悪だよ。どうすんだよ、これ。もう抜け出せないし。ちょっとデート、まあ、いけるかなぐらいのね。おー、え、これダサい。ダサい。カチューシャいらない？いやいや、取れないんだって。僕らだ！外してよ！外せんだったら、これでいこう！よし！もうね、700% 振られる。断言できる。こんな、え、なにこれ？え、アウェーサム、よくわかんないですね。なんかいいよ、よくわかんない称号を手に入れたけど。僕だったらでも振るけどな。え、元の写真見てみたいな。元の写真。元の写真見てみたい。あー。あれ？唇以外だったら待って、こっちの方が好きだぞ。
最後まで動画を見てくれてありがとうございます。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録のやり方は、パソコンの人は右のボタンから、携帯の人はね、概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。そしてね、ツイッターも毎日更新してるのでフォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。